空軍力の勝利は1943年7月17日に公開されたウォルト・ディズニー・カンパニー制作の実写とアニメとの合成映画である。カラー、スタンダード、上映時間は65分。空軍力による勝利とも訳される。原作はアレクサー・アンドル・セーベルスキーの同名ノンフィクション作品。序盤には飛行機が発明され、 軍事用に使われるようになる様子がアニメで描かれる。飛行機は最初は偵察に使われる程度だったが、やがてマシンガンが搭載され爆撃を行うようになり、次第に大きな戦力と化していく。中盤では原作者のセーベルスキーが登場し、南太平洋の当初に点在する日本の基地を攻撃しても戦況を大きく変えることはできないので空軍力を活用して、 日本本土に直接戦略爆撃を加えるべきだと説く。終盤では、セーベルスキーが提案した日本への戦略爆撃がアニメで描かれる。街に大量の爆弾が投下され、兵器工場をはじめとする死害が炎に包まれていくが、市民が死傷する様子が描かれることはない。ラストシーンでは、朝日旗を持ち、アジア各地に触種を伸ばすタコを、わしが空中から襲って退散させる。 勝利したわしは旗竿に泊まると、金色の飾りと化し、旗竿には、正常期がはためく。ありがとうございます。